名古屋急行電鉄。名古屋急行電鉄とは、昭和初期に、大津市から名古屋市までの鉄道路線建設を目的に、京阪電気鉄道によって設立された鉄道会社である。資本金4500万円。京阪電気鉄道。京阪の子会社である新京阪鉄道が建設した、大阪京都間の路線。 後の阪急京都本線の大部分と阪急千里線の一部は、後に新京阪鉄道が京阪に九州合併されて、同社の新坂線となった。京阪では路線をさらに東へ伸ばして、名古屋へ達しようという計画を持っており、その計画の実現のため名古屋急行電鉄として、大津名古屋間の免許を出願した。なお、1943年に、 陸上交通事業調整法による交通調整で、京阪電気鉄道と阪神急行電鉄、阪急は合併して、京阪神急行電鉄、1973年に阪急電鉄へ、解消が発足し、1949年に京阪神急行電鉄から京阪電気鉄道が分離した際に新京阪線は、京阪神急行電鉄に残された。 計画当時、主要幹線と並行する高速電気鉄道線を付設すればその、速達性と高頻度運転などにより十分な競争力を発揮し、大きな収入が見込めると考えられていた。そのため、同時期には、第一次世界大戦がもたらした後継機を背景として、第二次電鉄ブームとでも呼ぶべき、半和電気鉄道、三宮急行電鉄、 湘南電気鉄道など高速運転を行う施設の建設系が主として大都市圏の外縁部で建てられていた。だがその中には、泡末的などちらかといえば、利権や投機狙いのものが多数含まれていた。このため、1927年4月20日に成立した田中義和内閣で、鉄道大臣として小川平吉、 1869年から1942年が就任した。元来立憲政友会は、鉄道網の完成を鉄道政策の基本方針としていた。これは予定戦であっても、免許、民間資本を持って開通、必要であれば買収するという姿勢として現れた。しかし、この過程で、画電引き金と評されるなど、 露骨な利益誘導という側面も表出しつつあった。就任後大は、あからさまな利権狙いの計画であっても、声優会の統制拡大につながる場合には、安易に許認可を与えるという態度を就任来、示し続け、この結果既存鉄道事業者が自社線防衛を、目的として本来不要な路線免許をやむなく、取得する、という状況が多発していた。京阪電気鉄道の場合も、 京阪を大株主とする奈良電気鉄道が京阪本線の平行線となる大阪線、玉造り小倉を申請し、また大阪の証券、不動産業界の投資家を中心とする別グループが東阪電気鉄道、森の宮市場長手奈良お露骨なり県目当てで申請するなど、周囲の状況は混迷の度合いを深めていた。このために京阪自身も、 国鉄片町線への乗り入れと、そのために必要となる原価工事費用を自社で負担することを願い出るという形で、鉄道省に恩を売り、他社による競り願いを却下させることを格索するというありさまであった。1928年6月12日に、鉄道省に対して、大津市名古屋市間の地方鉄道免許を申請した名古屋急行電鉄であるが、こちらはを有効活用し、 そのあまりに巨大な投下資本の早期回収を図ることが的であった点で、他の利権目的の出願とは一線を画していた。だが、これが全通すれば、東海道本線、関西本線という国鉄の二大幹線と、名阪間で競合することになるため。なお、新生児の経路は、石山から瀬田川を渡った後、大戸川沿いに進み、土山付近を経て、 四日市に至り、伊勢湾沿いに、桑名、雅富経由で、名古屋に至るものであった。申請書には、具体的な石山から名古屋までの経由地として、平野、大鳥居、雲居、伊藤、池田、鳥居屋、岩室、土山、山中、原、大久保、小細、ひ賀、四日市、富田、柿村、桑名、ゆり上げ、長島、雅富、大井、蟹江、一万場、 カラスモリが明示されている。この計画線は、四日市伊東では、伊勢電気鉄道本線と競合するもので、現在の近鉄名古屋線とほぼ同じルートであった。1929年3月1日、地方鉄道免許申請に適し追願、企業を目黒み処変更申請がなされ、経路が、草津、安、八日地、英源寺、稲部、佐田経由に変更される。この時期、 満州防重大事件の影響で、政局は混乱し、田中義一内閣が総辞職に至る直前の同9年6月、小川鉄道大臣は、監督局その他の強硬な反対意見を聞き入れない、まま、行きがけの打ちんとばかりに、東大阪電鉄に免許し、さらに同線と競合知り合い関係のある、奈良電、京阪の両者を懐中する目的で、両者から申請されていた奈良電機、 鉄道大阪線及び桜井線と小屋急行電鉄にも免許するという免許の大番振る舞いを行った。この交通政策に関する長期的展望が完全に欠落した免許の乱発は当然ながら空前の愚策であるとして各方面の非難を浴び、特に東大阪電鉄となら電鉄は不透明な資金の動きも見られたことから、 最終的に、五指鉄疑獄事件と呼ばれることになる一連の大規模な疑獄事件に発展し、小川本人のみならず、警犯においても、大田社長が連座刺しされた。幸い大田は、起訴に至らなかったが、公権力を欲しいままにした、免許乱発の長本人である、小川本人については、1929年9月26日に、起訴され、1930年12月20日には、 実刑判決を受けて、正界引退をなくされている。各して、名古屋急行電鉄は1929年6月29日に免許された。1929年10月24日のニューヨークウォール街における株価大暴落に橋を発した世界恐慌は、すでに昭和金融恐慌のせいで深刻な状態にあった日本経済に決定的な打撃を与えた。この事態は、 公共を背景として、社債や借入金で規模拡大を図ってきた新京阪鉄道と、その親会社である京阪電気鉄道にも多大な影響を与え、京阪グループ全体の負債は、当時の金額にして実1億円にも達するという、恐るべき状況を招くこととなった。特に新京阪鉄道は、京阪間の新線建設に莫大な設備投資をした。上、線が、 人口過疎地域であるため営業は芳しくなく、負債整理と人員削減の目的で京都地下線の工事を残したまま、九百三十年九月には京阪電気鉄道本体へ吸収合併された。この強行下にあって、名古屋急行電鉄は工事試行認可申請に至れず、二度目の延期申請の九百三十一年十二月三日のものには試行意欲を示すために、 同月21日、工事施行認可申請期間延期申請に、赤紙鉄遺願を提出している。ここには、経過要項役陳書による、現状説明のもののほか、工事方法書、線路実測図、建設予算書が添付され、1929年の、免許時には65マイル4差、104.69km であった、総延長が 102.08km に、 短縮される一方、石暮れ水道は8,585 85メートルと長くなっている。さらに、途中駅の設置場所も明示されている。この1931年の線路実測図が、名古屋急行電鉄の最終的な計画路線図と考えられる。しかし、以後も資金調達ができず、会社も成立しなかったため、工事施行認可申請期限が到来するたびに、 延期申請を出し続けて、後期の到来を待つことにした。しかし、当時の行財政整理の背景もあり、実現の見込みなしとの形で、工事施行期限延期申請が却下され、1935年7月8日に免許が執行し、この壮大な計画は未成のまま終焉を迎えた。標準期間を採用する。 私鉄線の名古屋到達も1959年11月27日の近鉄名古屋線の改め機でようやく実現した。新京阪鉄道は名古屋急行電鉄に免許された時点では天神橋駅、三陰駅、仮駅間の路線をすでに開業させ、三陰駅、京都駅、後の大宮駅間が建設中であった。同社はその他に京都駅、大宮駅から延伸して、 四条河原町までの免許と、途中の西向町駅から分岐して、小賀の伏見区、深草、伏見区を経て、山品駅、山品区大屋に至る山品の免許を有していた。山品駅で、同じく計画中の京阪六地蔵線に乗り入れ、大津市馬場に至る。名古屋急行電鉄はその馬場,場を、起点、名古屋市厚田を終点として計画された。ルートは、馬場から草津。 八日市、永元寺を経て、鈴鹿山脈、石暮峠を越え、稲部へ抜けた後、たど、佐田と現在の近鉄名古屋線、関西本線よりやや北側を進んで、名古屋の厚田神宮がある厚田に至るものであった。このうち京阪六次造線、山品馬場間は、特許時点で大阪山越の南所について、国鉄東海道本線の旧線路時期に並行して、 付設される計画であった。しかし、新京阪山品線と名古屋急行電鉄の計画が、具体化すると、山品から奈良街道に並行して、直進北上し、京神線追い分け付近から約2100メートルの新追い分け水道を経て上野関寺付近に達し、国鉄東海道本線の旧線路時期の南側を、並行して馬場に至る経路にて、工事申請がなされた。 計画路線の総延長は約1 0 2 0 8トルであり、名古屋駅大津駅間の営業キロが1 3 7 6トル。当時の東海道本線に比べ約24%の路線短縮が見込まれていた。これは鈴鹿山脈を延長8 5 8 5ルの単線型二列式の石暮水道で貫通するなど高速運転ができるよう、神経反動用に 標準機、全線伏線、直流 1500V 電化の直線的ルートを選択したことによもので、これは、売煙の発生が避けられない蒸気機関車を使用する、当時の東海道本線では選択したくともできないルートであった。このように、極めて高水準な軌道施設と大出力電車を組み合わせることで、標低速度時速 80km 程度の 速達列車の運行を実現し、大阪、天神橋名古屋、厚田間を約2時間で結ぶ予定あったという。なお、新京阪鉄道で導入されていた P-6 系電車、後の京阪新急行電鉄、阪急百系電車と呼ばれる一連の重量急高速電車群の中でも初期に製造された P-6A 型と呼ばれるグループについては、 全構成車体に防寒を目的として二重窓を備えるなど、さらに図面だけで終わったが、車端部に便所を設置し、乗り心地の良いブリル 27MCB-4X 台車を装着した20メートル66フィート9大型電車の製造プランも検討され、ブリル 27MCB-4X については、PE-6 型で先行して二両分を導入し、 試験を実施する段階まで計画が進捗していた。1931年12月時点。この計画は、近畿日本鉄道、近鉄の前身である、大阪電気軌道大気とその子会社の三宮急行電鉄、三宮にも大きな影響を及ぼした。というのも、同社は、大阪から鈴鹿山脈に青山トンネルを掘って、伊勢神宮のある、 宇治山田へ向かう路線を建設途中であり、さらに将来的には名古屋へ進出することがすでに計画されていたかである。大阪名古屋間において先に名古屋急行電鉄が完成してしまうと、同社の計画が水泡に返す恐れがあった。そのため新宇治山田間において3級と並行する路線の建設を行い、桑名、四日市から伊勢への直通電車を走らせ、 将来的に名古屋へ延伸する免許をすでに持っていた伊勢電気鉄道に対し先に大阪桑名間の運転実績を作っておいて対抗したいと提携を求めたりした。しかし三重県に地盤を置く伊勢電は優先的に松阪伊勢間の平行線を建設するなどしたため交渉は進まなかった。その名古屋急行電鉄の免許が失効した頃伊勢電は 無理な伊勢進出がたたった上に、騎士改正を図った名古屋延伸もを、私鉄義国事件として露見したことから経営に行き詰まり、産休に合併された。名古屋への進出は、第一、産休市会社の関西急行電鉄、石急電によって1938年に実現、現、近鉄名古屋線し、ここにようやく、大阪上本町駅石急名古屋駅、現、 近鉄名古屋駅間 189.5km、当時の都市間路線が完成することになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。